和歌山県道、大阪府道六十四号和歌山海塚線は、和歌山県和歌山市から、大阪府海塚市に至る、主要地方道に指定された、府県道である。大阪府仙南市内の南行き一方通行区間の、一つ。写真中央で左へ分岐する府道二百五十二号の一部区間が、北行きの代替迂回ルートの一部を構成している、和歌山市、伏せ屋からまず、北上し 木の川を渡り、田園地帯を抜けると、オスの山峠がある。オスの山峠付近は、和歌山市と岩出市を交互に通過する。他に、半和自動車道や、JR 半和線もこの峠を通っている。このルートは、他の大阪、和歌山の府県境の峠の中でも道が、協力感が多い部類にあたる。そのために、かつては山中京近辺などで、 珍しい交互通行の信号が存在した。大阪府に入り、山中継駅、泉鳥取駅を過ぎて右折すると、住宅街の中を通る、協力館に入る。仙南市内には、起点方向への一方通行区間が3カ所、存在する。明治大橋を渡ると、泉佐野市に入る。この市の安松南交点までは、協力館である。長崎西交点を左折すると、 再度、起点方向への一方通行区間が数十メートル程度存在する。さらに、佐野高校付近まで協力間を道なりに進むと、泉佐野市街地に出る。左折後、国道26号を渡り、警察署の前を右折。道なりに進んでいくと、再び国道26号と交わる。回電交点から大阪府道30号と重複し、貝塚市に入った後、 橋本公点で左折。再度国道26号を越え、終点、西木の浜を目指す。府県境には、オスの山峠があり、半和自動車道や、JR 西日本半和線が並行している。和歌山県道、大阪府道64号和歌山海塚線、和歌山県和歌山市大阪府半南市、大阪府仙南市大阪府泉佐野市大阪府、海塚市その他、 街道沿いにいくつもの古い道標が見られる。ありがとうございます。